肉親チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、肉親チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。新企画始まります。というわけで今回もヤフオクでジャンク品を買ってしまいました。はい、無事に買ってまいりました。お披露目といきましょう。三岡ブブという車です。僕もね初めて見ました。さっきねこれ前譲ってくれた方とね、乗せたんですけど、一緒にすげえ軽かったですね。開いてんな、中からじゃないと閉まらないね。50cc の自動車、ミニカーというやつなんですけど、これ見てください。なんか一応不動車ジャンクで買ったんですけど、程度がいい。ガラスもだし、アクリル窓も割れてるとこもないし、綺麗です。みんな傷も少ないし、ふんと古い車だからね。ここのパチッと開くとこもちゃんと開くし、いいんじゃないでしょうか。今タイヤがパンクしててエンジンがかからないんですけど、セルは回るって言ってました。あと初爆があるので、キャブをいじればかかるんではないかなということでしたね。まあ直してみないと分かんないんですけど、もしかしていい買い物だったんじゃないかなと思います。かわいいワイパーがついてる。よし、じゃあ来た道をね、また安全運転で帰りたいと思います。とりあえずこのまま降ろすしかないですね。あ、なんか初めまして、こんな感じになってます。そう、 FRP に割れもないです。走行距離が 6922km ですね。ここがね、多分ここね、サービス覗き窓、でこれがバックモーターだな。でこれがサイドブレーキです。よしと、 OK。 よし、降りました、ね、丸ハンドルで、あそこバイクのウィンカーレバーとかがついてます。で、セル付きで、ここ赤いのがサイドブレーキで、黒いのが、バック。バックが電動モーターらしいんですよ。ワイパーのモーターみたいなのがついてて、これでバックする。まあ、前身はエンジン、後体はモーターみたいな車のようですね。あ、ブレーキも右なんだ。アクセルもブレーキも右だ。ちょっとキーオンしてみようか。さすがに何も起こらないか。で、あ、これワイパーね。これは何だろう、洗濯バサミでなんかついて、窓がこういう風にパンタッ、こっから空気が入ってくるから少し涼しいよねっていうことなんでしょうね。ちょっとまあキャブレタープラグタイヤをまずやって動くかどうかやってみようと思います。このタイヤがねぺっちゃんこですごくね不便なので、これをね直していきたいと思います。でね、こちら多分ね、チューブなんですね。で、タイヤは8インチかな。キックついてる。ほら。キックついてるよ。セルで動かなくなってもいける。で、コックがここにあるから、コックをオンにすれば出てくるかな。あれ、出てこないと。もしかしてガソリンメーターあることになってるけど、ガソリンタンクからガソリン出てこないから、多
ただのガス欠かもしれないですね。うん、はい、ガソリン作ったので入れておきます。バッテリーをねちょっとつないでみたいと思います。こっちプラス、こっちマイナス。あ、テールランプとウインカーついてるわ。あ、ついてるついてる。お、かかったかかった。え、嘘、ガソリンないだけ。はい、よし、ナンバープレート取ってきたのでつけましょう。バッテリーもついたしね、エンジンもかかるようになりましたよ。あ、ナンバーもつきましたよ。とりあえず一日でここまで来れたのは良かったですね。うん、ちょっと乗ってみよう。うん、練習ね。ね、ドアが、ドアを開けると、ここにねネジがあるので外していきますが、すっごい作業しづらい。パンク歴3パンク。あー、でここもやったんですね。多分こっから漏れてた。このワイパーがね不調だったんですよ。うん、ここにスイッチあって、なんか空回りしてる。なんかここをこう動かすとですね、こう入るっていう独立したものなんです。こちらです。さっき屋根に置いてあったやつなんですけど、このねアマゾンで買いました。3000円ぐらいで売ってて、ワイパーモーターウィリって書いてます。もうね鋭い人、気がついた人いると思います。これウィリスっていうアメリカのあのジープの
モーターなんですよ。それを流用して使っているんですね。でね、農機具とかにも使われてたりとかするものみたいです。ワイパーモーター DC12V1.2A。 はい、取れた。プラスとマイナスだな。同じ、ちょっとこっちの方が大きいわ。でキャップ外して新しいものにしよう。こう、ああ大丈夫だ、ぴったりだ。わすげえ、ぴったりだ。あ、動く。じゃーん、じゃんじゃーん。安物のサスペンションというわけで、安物のサスペンションが到着しました。いつものです、安物です。使ってみないと分かんないというところもあります。で、このフラフラの原因をね、このサスペンションで少し改善できるのではないかなと思って購入してみました。いろんな方がね、やっぱりこのフラフラ状態に対していろいろ工夫されているみたいなんですけど、やっぱりこのフラフラっていう感じを口で伝えるのってやっぱ難しくて、やっぱその感覚がやっぱりね、やってみないと分かんないかなというところがすごくあります。ご覧の通りバネは伸び縮みしてるんですけど、バネの動きと一緒に中のあの棒のシャフト、ここも見ててください。ここもね、一緒に動いてるでしょ。この動きを制御するための中のショック、これ自体が多分劣化してて効果をなしていないんです。だからバネだけでついてるようなもの、なんていうのかな、公園にさバネが生えてて上にさ、あのなんか犬とかのあのハンドルついててさ、こうやって乗ってさ、ブヨン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 やるやつあるでしょ、あれみたいなような状態になってるんだと思うんです。だからまあ構造上のいろんなことがある。他にショックとサスペンションというものがね、元々の状態でしっかり動くっていうことである程度防げるのではないかなというふうに考えます。で、今回ねちょっと強化タイプというか、Amazon で買ったんですけど、評価がね、少し硬すぎてどうのこうのという、原付用のサスなんですけど硬すぎるらしいんですよ。このブブが作られた時代は制限速度が30キロで、40年前ですので人間もね小さかった、人間も小さかった、想定されている乗員の体重とかも少なかったと思うんですよ。それに対して今は私もね全然昔の人に比べたらやっぱり多分大きいですし重いです。でスピードも、今は30キロじゃなくて60キロになっているので、それに合わせたサスセッティングが必要になってくるんじゃないかなと思います。はい、緩めておきます。よし、そしたらジャッキを使ってフロントを持ち上げます。外れました。はい、これねドラムブレーキっていうことになってるんですよ。うん、でここがねこうブレーキペダルを踏むとパカッと広がって、でここをこう押し付けることによってホイールにブレーキがかかるという構造ですね。とても簡単な構造です。はい、これが外したサスペンション。どこでもいいだろうもうどこでもいいだろう。ホイールもさ綺麗に色塗りたいよね。はい、着陸しました。なんかポジキャン具合がさひどくなったね。さすが硬いし長いからなのかな、2センチか3センチ短いサスにすればよかったかもしれないですね。
はい、ではね、実装に行ってみたいと思うんですが、やっぱね、こうゆらゆら、少し収まったけど、やっぱね、ゆらゆらするんですよ。まあ見ていただいたらで分かると思うんですけど、ほぼ改善されてません。このこうショックさ聞いてないよねこれ。多分もしかして原付のショックだからこんなもんなのかな。安物だからかな。手で押したぐらいで縮まないんだけど、グッと踏ん張ってからはいいんですが、このね、初期のこの動き出しがやっぱり制御できてないので、ちょっと考えてみたいと思います。実はこのサスペンションプリロード調整というのがついてるんですね。ここですね。これを回すとこのバネにこう圧力をかけられるんですよね。それによって初期の動き出しを少し硬くすることができるので、これをちょっとね、最大まで回してみたいと思います。これでね、だんだんねバネを縮めます。ここね、ここをこうやって回して、でバネの初期伸びの硬さを調整します。これがマックスだね。よし、じゃあ出発。すごくね、プリロード大きく影響するなっていうのがすごく分かりました。しかしですね、なんか今度はあんまり硬くしすぎると横転をするね、危険性があると思います。沈んでる感じがあんまりしないんだよね。ポジティブキャンバーなんで、もう少しネガキャンっていうかの方が安定するよね。これ転ぶ方向だもんね。ちょっとここも考えてみようかな。サスペンションもう少し短いやつの方が良かったね。ちょっとね、考えてみたいと思います。バックモーターを修理していきたいと思います。なんだバックモーターっていうことで、このブブ501なんですけど、前進するときはエンジンで進みます。で後退するときはモーターで動くんですね。まるでハイブリッド、40年前のハイブリッドっていうのかな。バックは電気、前進はガソリンです。じゃあちょっとどういう構造なのかっていうのをちょっと説明します。ここにねモーターがついてるんですね。このモーターの回転をこのリアタイヤに伝えてバックするという仕組みになっています。そのじゃあバックするスイッチどこにあるのかっていうと、ここにあります。これこうピュッて押すと、ウィーンって言ってると思うんですが、このようにモーターが動きます。このレバーをこういう風に引くとモーターの動力がタイヤに伝わるようになります。こんな感じね、モーターが動いて、タイヤに近づいていきます。見て分かったと思うんですけど、
モーターとタイヤをつなぐ何かがないんですよ。モーターの回転をタイヤに伝えるためのローラーっていうかプーリーがないんですよ。なので現状バックできません。モーターが純正モーターなのかどうなのかもわからない状態だったので、まあ、これは作り変えるしかないということで、ないものは作ろうというわけで買ってきました。コメリコメリで買ってきました。蓋が、ま、ここが回るんです。電気を入れるとここが回ります。ここがくるくるね。でここにタイヤをつければいいのではないかと思うんですね。うん、シャフトに刺してここ芋ネジで固定ね。で回転を取り出すっていうものですね。これにこんな感じでタイヤをつけたいですね。ここのシャフトがもっと長かったらよかったんだろうな。わあ、動いてるね。でこれをこうして、はい、よし、少しね、取り付け強度をねアップしましたよ。どうでしょう。なんというかロマンな構造ですね。はい、本来どのぐらいギューンってバックするんだろう。ギューンってバックしないんだよね、多分ね、この構造上ね。うん、運転姿勢からドアを開けますと、下がねえぐれてるので足を半分出してこうやってバックするこうやってバックするのが手っ取り早いですねいつもご視聴ありがとうございます。ほんとね、ブブを裸にしようと思います。いろいろ今までやってきましたけど、やっぱりね、もうちょっと構造が知りたいなっていうことで、カウルね脱がしてみようかなと思ってます。簡単にできるのかどうなのかはちょっとわかんないんですけど、多分ねこういうランプ類とかを外して、こういうとこにねネジがあるので、これ外せばポコッと脱げるんじゃないのかなって思ってたりとかもしています。やばいやば、落としたよ。しあ、ドアはね10キロぐらい。よし、取れた。配線これだね、わかるね、茶色。まあ動画撮ってるからね。よいしょ、おい、逃げました。よいしょ、あ、浮いてきたね、カウルがね。もう一息です。はい、続いてはここのレバー類ですね。よし、大変だけど、なんとか裸になりましたね。結構窓ガラスが重い。後ろは軽いんだけど、やっぱガラスですね。うん、いろいろ買ったやつ届きました。シャーシブラックとかプライマー、これは前から家にあったあのアルミサッシを塗るやつですねと、あ、そうそう、シャフトブーツ買いました。汎用のやつ、安いやつです。
これでいいかなと、あそこのね、これね、合わせてみないと分かんないので合わせながら作っていければいいかなと思います。うん、 LINE も来た。よしと、外れた。お、はい、外したマフラーなんですけど、サンケイって書いてますね。デザインはね、タクティの標準と同じデザインなんですが、知れない、わかんないな。うん。よしと。よし、フロントのホイール外れたぞ。あ、シルバーのホイールだったと思いますね。この作業が面倒い。なんだっけ、この前アカデミックモーターカレッジさんの見てたら、ここにトランプ挟むってやつやってたよね。プライマー、下塗り、下塗りですね。下塗り防水塗料。よし、これでいいや。なんか家にあったアルミサッシ塗るスプレー。多分外壁用だからブロンズメタリックです。ブロンズメタリック。うん。うわ、かっこいいじゃん。なんかあのボルクレーシングの T37 みたいなね。なんか錆びてるように見える、もしかして。よしと、リアもね、このシリコンスプレー、オイルスプレーしてからしばらく経ったので回してみますと。あ、回る回る。こんにちは。あ、はい、こちら後輪もブロンズに塗っていきます。しずつだね。反対側も。はい、よし、タイヤは OK だと思います。端っこ一緒でつけるのが楽しみでは、こっちシャーシの方もね塗っていこうと思います。さすがね、汚れてしまうの嫌だから。はい、かかりたくないところにサランラップ巻いておきます。この JA のJA のサランラップは非常に使いづらい。はい、ではね塗っていきます。今回塗るのはこれ、クレイのシャーシ高等ブラック。よく車検とかで、あの下回り塗装5000円とか1万円とかって書いてるの、これです。あの比較的ダバダバと塗るやつです。ダバダバというのはこう気にしないでこう塗ってく、こういうところに塗るための塗料です。あの普通のペンキじゃなくてね。なので勢いよく塗っていきます。はい、だいたいね塗装が終わって乾きました。でこのままの状態、ちょっとブーツとかは後でやろうと思います。状態だと動かせないので、タイヤとサスペンションは組んでいきたいと思います。
そうしたね、カバーアルミということは、これ塗装してあるんですけど、塗装剥いで磨けばこんな風にね、キランキランになるんですね。メッキではないんですけど、アルミ鏡面仕上げっていうことで、まあ、あの僕の動画見ていただいてる方分かるかもしれないですけど、クランクケースとかフォークのね、下のケースとかね、やっぱアルミの部品はね、ピカピカにするっていうのがロマンがあるんですよ。というわけで、すっごい大変なんですけど、やっていきたいと思います。はい、そしたらこれをこの塗装剥がし液というこの溶剤でね、塗料を剥がして傷を消していきたいと思います。超強力なんでね、車のボディとかについちゃうと、あの塗料剥がれちゃうので気をつけてください。ゼリー状です。ニュニュ、よし、拭き取っていきましょう。手作業です。このね、ピカピカの部分ぐらいまで、この錆びて腐食しているところをきれいにしていきます。ロマンがあります。これ耐水ペーパー、紙やすり、紙やすり、水でもうひたすらこれをこっからツルツルにしていきます。1円玉みたいな感じになってきます。ここはね、なんか傷がすごいから、もうちょっと粗いペーパーでゴシゴシしていく必要があるかな。まあ600で良さそうだね、この面の部分はね。はい、600番で磨きました。だいぶね、綺麗になったでしょ。こっから800番、それから1000番ねって言って、磨いていって、最後にはあのピカールとかね、溶剤を使って磨いていきます。こっからがね、長いこっからが長い。なかなかね、こう効果が見えないんですね。すごいね、まだね、やっぱ粗いので、これ綺麗にしていきます。まあ完璧にはね、ピカピカにはならないとは思います。本気でやれば1週間ぐらいかかっちゃうかなはい、というわけで、今日は1200番スタートでから磨いていきますよ。今日もね、絵としてはひたすら紙やすりでゴシゴシするだけの絵になると思います。気がしませんね。こう磨いた時に磨き傷がね、こうつきます。はい、続いて、紙やすり1500番いってみたいと思います。紙やすりはね、これでラストかな。こっから魔法をかけていきます。まずはこれ、ピカール、みんな大好きピカールですね。それから、これマザーズで、まあ、同じ研磨剤なんです。あの金属研磨剤で、どっちもアルミとかに強いやつなんですけど、粒子っていうのがあります。さっき紙やすりで1000番とか1500番とかね、800番とかってあった通り、こっちの方が粗いんです、よく削れる。でこっちが細かいんです。だから超仕上げ用ですね。なので順番的にはずっとね、600番800番1000番1200番1500番ってやってきた。次はこれどのぐらいかな、多分5000番とか1万番ぐらいになると思います。でこっちが多分2万番ぐらいになるので、この2つで磨いていきます。黒くなってるイコールアルミの表面が削れているということです。そしたらタオルで拭き取っていきたいと思います。うん、どうですか。でもだいぶピカピカになったと思いますね。うん、表面まではまだ行ってない、顔が映ってない。でも GoPro とかは若干映って見える。とりあえず続いてマザーズ、こっちでやってきます。ピカールね、あんまり削れませんでしたね。うん、こっち削れるかな。
取っていきましょう。汗がすごい。これは来たんじゃないかな。よし。どうですか。やばい、顔が映ってしまうぞ。カピカになりました。すごい、もう眩しいよ。無事った。上下逆だと思ってた。もうボロボロなんですね。こうカバーなんですよ、これ。ハンドルをね、こうぐるぐるっと回すと動いてると、動いてんの分かります？こうね、ぐるぐるっとね、ここね、とここがこう右、こういう風にほら、こういう風に動いてんの分かります？ハンドルを回すとここが伸びたり縮んだりします。こっちも同じく、ここにある棒がこっち行ったり、こっち行ったり、こっち行ったり、こっち行ったりするんですよね。それによってこうタイヤがこういう風にハンドルが切れるというね、こういう仕組みになっています。それでギアがあるんですね。これね、動くためのギアね。ここが錆びてしまうと動きが渋くなるので、ここを守るためのカバーだったんですね、これが。それがブチ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 切れてしまっています。で、まあ今回買ったこれ、ステアリングラックのカバーではないんですが、これバイクのフォークブーツ、バイクのフォークブーツというやつで、この元々はここのこの蛇腹もね、これもこういうもんだったんですよ。伸びたり縮んだりするこういうものね。これ何かっていうと、今回購入してるのはここのバイクのここの部品として使ってるものを流用してきます。古いやつは切っちゃって、はい、ポイ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 、同じ感じかなと思って合わせて買いましたよ。こっち側は絶対合わないから、ここら辺で切ってつけるって感じになりますね。あ、来た、来ました。よいしょ、よし、こっちもここで外側はこっか。でもここまで伸びることは多分ないんだよね。モリブデングリス、モリブデングリス、これでビヨーン、あ、いいね。めっちゃ縮まった。めっちゃ縮まった。出てきちゃった。まあでもこんなもんだね。ここにね、ちょっとスペースがあんまりないので、金属のやつだと当たりそうなのでタイラップにします。 OK。 ちょっと不細工だけど機能は十分に果たせると思います。あとはどのぐらい持つかだね。やっぱここにどうしても部品が届きました。こちらなんだかわかります？マニホールドです。ここにつく部品ですね。はい、なんかフレームに当たりそう、すでに。すでにフレームに当たりそうなんだが、大丈夫かな。で、こちらがキャブレターですね。PWK21、 PWK21 っていうタイプですね。中華製です。まあ4000円ぐらいかな。
マクニって書いてる。ミクニかなと思ったらマクニ。でも DWK は景品の製品ですからね。で、あと、なんかジェットがついてますね。ジェットニードルとメインジェット、スロージェットのが交換用のやつが2つずつついてるので、まあ、ちょっとこれでやってみようかなと思います。でね、またなんでまた中華製なんだよって思うかもしれないんですけど、これね、つくかどうかわかんないんです。実は現状、今この時点で、つくんじゃないかと思っている部品を買っています。で、パーツリストとかを、買って、いろいろ調べてみたんですけど、まあ、適合がない。適合がないっていうか、同じパーツを使ってる部分が全くなくて、これね、ディオ用なんですけど、ディオ用とパーツリストで比べたんですけど、全然同じ部品を使っているところがなくて、だからこれはもう本当現物合わせでねやっていくしかないんですね。なのでもしこれがちゃんとついてちゃんとセッティングが出ていい感じであればちゃんとした景品の PWK を買ってもいいとは思うんですけど、まあちょっとつくかつかないか分かんないので、まあこれでもね7000円ぐらいしてるんで、はい、そこら辺の適合も含めてチェックしていきたいと思います。これがねインテークマニホールドっていう部品になります。硬いね。あ、取れた。はい。で、ここにリードバルブというね、バルブがあるんですが、ここの穴がこの穴と同じであればこれがつくんですね。つかないとどうしよう、元に戻すになります。この、これを取り付けるためのガスケット、穴の位置はお、だいたい合いそうだな。ちょっと微妙に違うけど、だいたいいけるね。これいけるね。タクティフラッシュにいけるかもしれないね。で、まあところでさ、これがじゃあまあ例えば仮についたとしてだよ。仮についたとしてキャブレターはつくのか。つけてみますね。よいしょ。うん、思いっきり当たるよね。そりゃそうだよね。はい、それでねホームセンターに行ってみて見つけてきました、このパイプ。はい、そのままでも良かったんですけど、なんかシルバーカーボンの貼るシールあったので貼っときましょう。少しかっこよくなるかも。まっすぐ貼るの難しいよね。よし、カーボン。はい、できました。ちょっとブサイクだけど大丈夫だよね。効果をなしてればいいわけだからね。はい、ガスケット、リードバルブ、こっちにもガスケット入ってます。噛んだか。よし、噛んだ。よし、入ったぞ。この隙間ができるとね、二次エアというのを吸ってしまって、なんか粘腸が狂ってしまうとね、あの焼き付きの原因とか。ここが薄くなります。ガスケット入ってます。で最後にこのキャブレターを差し込んでと。よし、 OK でしょう。どうですか。で、まあ、直キャブはねちょっと良くない。でついでにこれ、ドンキの小型エアクリーナー。直キャブは良くないんですね。
よしと、いいんではないかな。 OK。 重さでさ、重さでキャブが落ちないようにこれで釣っておこう。ここ自体はアームも一緒に動くんだよね。このアームはタイヤとエンジンと一緒にこう動くので、これでいいのではないでしょうか。このキャブボディをやっていきたいと思います。こちらレストラ&ワックスというわけで、フォーヘビーオキサダイズドフィニッシャーズ、FRP 用の、クリーナー磨き剤研磨剤ですね。でこのブブなんですけども、 FRP という素材で作られています。ガラス繊維ですね。で、船、あのボートね、白いクルーザーですよ。クルーザーのあの白っぽい船とかクルーザーとか、あとあのちょっとキャンピングカーね、キャンピングカーなんかがこの FRP という素材で作られています。で専用のこのクリーナーでね、ツヤを出してピカピカにしていこうと思います。ちょっとね分かりづらいんですが、現状ザラザラなんですね。ピカピカというわけではないですね。前の方もやっていこう。このね、この謎のシールをちょっと剥がさせていただきましょう。何だったんだろうね。ね。あ、この黄色いのもね、多分塗装なんだけど、ちょっと古いからパリパリ剥がれます。お疲れ様でした。じゃあここも磨いていきましょう。ここメインだからね。ただここが、ここの黒いところにコンパウンドがつくと多分消えてしまうんだよね、この角がね。なのでここマスキングしよう。うん、下側のね、ゴムの部分も傷めたくないんで、よいしょ、参ります。よし、いいですね。なんか頭が光ってますよ、ブブの。ブブの頭、こうキラキラ、ピカピカ、キラキラ。そしたらさ、こうやって。クモモンみたいですね。ピカチュウみたい。クモモンみたいですね。おにぎりモンですね。部品届きました、スロットルワイヤーですね。前回つかなかったこのキャブレターを動かす、まあ紐です。動かす紐です。で、前回何がダメだったかっていうと、ここが短すぎて
ここの中に入んなかったということで、今回ねちょっとだけ長いです、1センチぐらいね。でこれでもね実は短いかもしれないので、その時はここちょっと切ってさらに長くしてつなげていこうと思います。あ、そうそう、これねライブディオ AF34 っていうタイプの、部品を買ってみました。ここは違うね、ここは違うけど構造上付きそう。ここもちょっと違うけど多分構造上付きそう、うん、というわけで付きそうですこれで付けば、うん、多分他の部分はすぐ付くと思うのでやっていきたいと思います。良さそうではあったんだけど、もうちょっと短い方がいいな。なんかねここライターで炙ると取れるという噂を耳にしました。取れた、本当だ、よいしょ、よし、これでなんぼか長くなったよね、少しね。で仮止めをしてと、おカチカチ言ってますね。ちょっとこっち見てみましょう。このねこれあるでしょ、ここが全開なるね、全閉なるね、完全には閉まらないです、はあ、やっぱり PE21 ここベンチュリー系が21だからさ全然大丈夫だね。アクセルをこうブンブンって踏み込んだりバイクでブンブンってやると、ここがこうキュッキュッってなって、この調整で空気がどのぐらい入るかでそのスピードがどのぐらい出てくるか、エンジンがどのぐらい出てくるかっていうのがこう決まってくるんですね。そしたら、はい、外して、いいじゃね、当たり前か、ぴったりに作ったからね、よし、オッケー、色塗ろっか、よし、そしたらOK、 よし、固定はあと最後にやりましょう。ついに、はい、ボディをかぶせていく日にしたいと思います。バッテリーもついたしね、うん、ここのカバー、ここも、ホイールと同色にね塗ってみました、うん、まだまだね汚いところはあるんですが、ボディかぶせれば全て見えないからね。仮止めしてあるね、まずは仮止めしてある部品を外していきます。ここがね動かないとボディがはまらないです。ね燃料ゲージがね動かないと思ったらね固着していました。はい、スプレーしてシュコシュコやったおかげでカコカコ動くようになりました。ガソリンが入るとねここが浮いてガソリンが入ってるよって、これがあの量でここの角度で判別するんですね。でさっきねこのままここで固定になってたんで、ガソリンメーターがガソリンが入ってるんだけど入ってないみたいな、それでこの車はガス欠ということになってしまったわけですね。よいしょ、したらこっちだな、ドアを外そうか、ね、
この棒とこの棒を穴、奥の穴と手前の穴と2箇所に入れないといけないんですね。これが大変。これができれば多分ね、他の作業はあとは本当に手間はかかるけど難しい作業はないです。ボディ乗りましたね。久しぶりにボディが乗りました。疲れるな。せっかく作ったさ、エンジンのさ、いろいろが全く見えなくなっちゃいました。こっちのシルバーに行ったとかちょっと見えるかな。よいしょ。エンジンのね、始動に行ってみたいと思います。まずはどうかな、チョークっていうのを引きます。これを引くとガソリンが少し、空気と燃料の比率が変わります。これでかかりやすく、さあオンにしていってみましょう。スタート。かかりましたよ。一発ですよ。そしたらチョーク戻します。はい、快調ですね。キャブのセッティングも取らなくてもいいかな。ちょっと走ってみようか。エンジンパワーすごいです。低中速のトルクの盛り、さっきね多分音がすごくレーシーになったと思うんですけど、すげえパワーアップしてます。 20% ぐらい中低速パワーアップしてますね。バックカメラ、バックカメラつけていこうと思います。安いやつ。いつも通り安いやつで、やっぱり遅いんですよ現状ね。正直速くなったと言っても遅いので、後ろが気になる。田舎で確かに車は来ないよ。今見ても誰も走ってないよ。誰も走ってないけど後ろが気になる。でルームミラーがないんですよ。多分あそこにルームミラーをつけたとこで自分の顔しか映んないのね。でサイドミラーは立派なのついてます。だからこれで一応見れるんですけど、やっぱりね真後ろが見れないのであるといいなと思っていたのでつけていきたいと思います。でまあいろいろね、このバラバラにして配線とかさ、なんとなく少し分かってきたので、今回簡単につくんじゃないかなと思ってます。攻撃力が高すぎる。今回こう買ったこれなんだけど、配線は車用だから十分長いね。
で、シガーライターだね。これは何だ？あ、画面を両面テープで貼るか、吸盤で貼るかなんだな。カメラの土台ね。こっちでいいね。はい。ではね、電源をつけていきます。電源はこのメインキーのね、後ろから取っていこうと思います。よしと。じゃあ、ここね、赤と、黒、緑、黒白っていう配線があります。黒白赤。で、赤がバッテリーから来てる常時電源。で、バッテリーから来てイグニッションじゃねえや、キーシリンダーを通って、各、配線に行くのがこの黒ですね。で、緑がアースです。で、これが多分ね、キーオフスイッチ。キルスイッチが、白黒なので、まあ、エレクトロタップで今回は、常時電源ではないですね。キーオンで、動く配線。今回は黒色ですね。黒色につけます。ここにね、緑のアースがちょうどプラプラしてるやついるんで、緑のアースをこっちのアース側に刺してあげましょう。で、多分これでよしと。で、刺してと。キーをオン、オンにして。こっちもつきました、つきました、ほら。イエーイ、イエーイ。あ、ちょっと曲がっちゃった。よし。これでこんな感じでいいんじゃないかな。今回はここにしよう。この、これ、ここにこれ合わせて。よしと。お、いいんじゃない？これがここに来るからいい。あ、いいじゃん。あとスマホもつなげるね、ここにね。よしと。キーをオン。お、ついたー。おー、光ったー。オッケー。おお。いいね。はい、というわけで、これで少しね、安全運転できるようになったんじゃないかなと思います。今日やっていくのは、皆さんからご要望が多かった、これ、ヘッドライト LED 化ですね。省エネ、高高度、取り付け簡単。で、一応、部分に合うタイプということで、多分ね、このタイプだと思います。YouTuber みたいなことやってみようか。なんか、でん謎の箱と配線ですね。と、賛否両論、エレクトロタップがいっぱい。はい。というわけで、これウィンカーポジションっていうやつですね。ウィンカーをポジションランプ代わりに使えるっていうやつなんですよ。で、ちょっとね、ウィンカーポジションのルールっていうものに対して結構いろいろあるんですよ。で、車とバイクとまたちょっと違うのかなというのもあります。で、この車両の場合、いわゆるポジションランプというものがもともとないタイプなので、ウィンカーポジションに対するルールというのは多分ないと思います。で、ホンダのバイクあの女優さんじゃないよ。ホンダのバイク、ホンダのバイクって純正でウィンカーポジションなんですよね。エンジンかけると両方ついて、でウィンカーかけるときだけ片方が点滅するっていうタイプで、ホンダのバイクはみんなそうなので、多分ブブでやっても多分ルール的には問題ないんじゃないかなと思います。ただ結構バルブ余裕がありそうだから、このまま入りそうですね。よいしょ。どっから交換するかというと、ここですね。ここ。これを多分ね、回すんだ。よいしょ。回すと取れる。
取れにくい。取れた。こんな感じ。はい、こんなやつですね。型式がなんだっけな。あんだよね。型式書いてなかったっけかな。書いてないな。はい。これポッチが1個だけついてるやつね。これです。長さが 1.5 センチぐらい長いですね。値段はね、結構高かったです。1500円ぐらいしました。多分これ300円とか500円とかだと思う。1500円ですよ。で、廃炉切り替えです。あ、肉欲ついてるでしょ。廃炉切り替え。入るかな。お、ついてますね。うん、OK です。多分ね、カメラでカチカチカチカしてるんじゃないかな。うん、目で見る感じはチカチカしてませんよ。この配線をウィンカーのプラス線に割り込ませてあげればいいんだね。で、そこにボディアースを1本と、これをあとポジション電気、ポジション電気、いわゆるアクセサリー電源ってやつにつなげばいいね。長えな、配線。よし、じゃあ取り付けていこう。作りの前ね。アースだね。ここにさせてあげましょう。はい、いろいろ苦労しましたが、とりあえずつきました。オフ。ね、オフにしてみて、キーオンになってます。これで、ウィンカーちょっとつけてみますね。あ、キーオンだ。カッチン、カッチンと。で、こっちね、左ウィンカーね。OK。で、次反対。と、こっちカッチン、カッチンついてますね。で、このボックスをオンにします。まずウィンカーをつけない状態ね。ウィンカーをつけない状態で、これほら、ここがつくね。で、この状態からウィンカーつけていきます。まずは左。はい、ほら、そっちも電球ついてて、こっちも光る。反対。はい、OK ですね。こっちはついてて、こっちだけ点滅するという感じですね。はい、これで OK です。はい、そしたらね、あとちょっとウィンカーレンズがくすんでるのですね。コンパウンドで少しゴシゴシしておきましょう。ここもね。あんま綺麗なんで。まあいっか、少しは綺麗になっただろう。はい、というわけでだいぶ薄暗くなってきましたので、ライトとウィンカーポジションの光を試してみたいと思います。おー、いいですね。明るいですね。もう明るいですね。これで夜のドライブも安心ですね。ウインカーポジションやってみますね。で、つけるとこんな感じになります。はい、というわけで今回はヘッドライトの LED 化とウインカーポジション化やってみました。皆さんのこれからね、ブブでこういろいろ出かけていく上でまず不安なものが2点ね。それが
ガソリン搭載量ですね。ブブのガソリンタンクここにあります。なんかね、2リッターぐらいしか入んないんですよね。一応満タンが3リッターってこと、 3リッターってことなんで、ちょっと足りないよね。しかもね、燃料ゲージがやっぱり外してチェックしてみたんですけどダメでした。壊れてました。というわけで、あの社外のものですけど合いそうなものを注文しました。で届くまでまあ10日ぐらいかかるので、その間どうしようかなということで、これでん、ガソリン系交換というわけで、2リットルぐらい入れる、一応3リットル入りなんだけど実質は2リットルぐらいにしてくださいとかって書いてるんで、これをまあこれ積んでいけばいいよね。ここ、あ、ここでいいじゃん、ちょうどいいじゃん。うん、あ、もうぴったり、もう積んでくださいと言わんばかりのこのスペース。ここに2リッター積んでいけば4リッターは最低使えるので、と何リッター20キロくらい走るよね。80キロくらいは走るんじゃないかなと思ってます。でもう一つがお尻の心配。よいしょ、ちょっとね椅子を直したいなと思ってるんですけど、まだね手をかけてません。でちょっとね ペラペラなんですよ。でも厚くしすぎると今度ね狭いから、ただでも狭い室内がさらに狭くなっちゃうんじゃないかなと思って、これねさっき蛍光管買ってきた時にちょうど見つけたので買ってきました。これアストロプロダクトの、これあの作業をする時にこれ膝をつくためのシートなんですね。で体重かかるようにできてるからすごく分厚くてちょうどいい感じ。これでほらね、ぴったりでしょ。本当はここ、あ、取ってもいいか。これでいいか。こっちにしようか。ほら、なんかぴったり。これ、とりあえず透明はいいんじゃないかと。濡れてもね、あの、水染み込まないので、ね、これいいんじゃないかなと思っています。ブブ、100キロチャレンジと言ってみたいと思います。100キロ走れればさ、どこにだって今後行けるよね。うん。走行距離が、6988キロなので、これが7100キロになればゴールです。わあ、絶好調だね。バックモニターオン。今んとこ12キロ走りました。元気です。さあ、じゃあもうちょっと走ってみようか。はい、ただいま走行距離が7000キロになりました。
完全にパンクしちゃった。まあエンジンとかは良かったけど、まさかのパンク。邪魔じゃないよね。ちょっと置いて帰ろう。多分誰も来ない。こんなところでパンクしてしまいました。あそこまで行けばバスとかあるかもしれないな。うん、せめてあの町場ぐらいまで走ってくれたらよかったんだけどな。20キロ歩いて帰るになっちゃった。次はこれか。5時15分。はい、3キロぐらい歩きました。あと6キロぐらい歩きます。そこバス見たんだけど、なんかね、あと1時間20分ぐらい来なくて、でどうしようかな。このままあと6キロ歩くと、着いて20分ぐらい待てば多分来る予定のバス停があるんで、あと6キロ歩いてみたいと思います。最悪。まあしょうがないね。またパンクしやすいのかな。さ、バスが来るのを待ちましょう。一応あと3分で来る予定です。バス来ました。エアロスターですね。ルンルン。はい、無事帰ってきました。ちょっと雨止んでるんで、トンボ帰りでブブを助けに行きます。愛しのブブちゃん、お待たせしました。積み込み作業完了。帰りましょう。無事でよかった。忘れ物ないね。12キロ足す中22キロで今回リタイアということになりました。残念でした。はい、次回また頑張りたいと思います。皆さんの参考になる。何これ。これね、ダンパー、ガスダンパーって言って、よくね、自動車のあのバックドアとかについてるパーツです。このシュッシュっていう、この力かかるやつね。ね、ほらこことかについてるやつ、こういうやつね。うん、これです。これの硬いやつです。短くて硬いやつ。うん、この部品って結構あの硬さを選べるんです。この何ニュートンっていうのがあって、うん、重いバックドアとかには硬いやつね、使われてます。ああいうね、ミニバンとかのバックドアなんて本当に40キロとか50キロとかあったりするんで、それだとやっぱ硬い強いやつね。これね、こういう動きです。こうシュッ、ね、ガスとオイルが入っています。いい動きだと思わない。サスペンションにね、補助でつけてみたらどうなんだろうと思って買ってきてみました。その名もダブルサス計画ですね。で、純正のショックともう一本ね。でね、参考にしたのは、ゲコピットさんっていう、なんか緑の部分をね、レストアしてた動画が、ホームページを見つけたんですよ。
なんかもう持ってらっしゃらないのかな。その人がね、このサスみたいなのを2本つけてるのを見たんですけど、まあちょっと僕はそこまでではないんですが、このパーツね、このパーツを使って、このサス の動きをね少し制御したら面白いのではないのかなと思ってね、こういう感じでつけたいと思いますね。ダブルサス計画スタートしていきたいと思います。ちょっと短いので、この少し長いの買ってきたのでこっちに交換します。ここにね、こうカラーをこう入れようと思います。ちょっと長かったかもしれないな。上にもカラーをかませて、でこれをねこう、はい、はめればいいか。ほらぴったりでしょ、長さはぴったりでしょ。当たり前です、ぴったりに買ったからね。サスはサスで締めよう。同じようなショックをもう一本買って足してもいいよね。このカラーを塗ります。カラーを入れて、これダンパーの向きこれで合ってます。ここからね、オイルが出てくるからね。よし、テスト走行行ってみます。今回はね、このマイク、これをねちょっと取り付けて、前回ゴボ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 って音だったので、ちょっと交換し、少し会話とかはっきりつけれるように工夫してみたいと思います。よし、出発。ここはいい感じだな。お、ここもいいな。お、いいぞ、これはいいぞ。下りです。苦手な下り。現在ね、45キロだけど、ハンドルピタッと安定してるね。あ、ちょっと50キロ、50キロだと触れてくるけど、50キロでこの安定感はすげえ。来たかもしんねえ。これ来たかも。落ちてよいしょ。はい、お疲れ様です。はい、というわけで、少し走ってきましたが、いいですね。50キロまで全然怖くなく踏んでいけるようになりました。やっぱりショックのね、減衰力が足りないっていうか、やっぱサスのアームがこうバタつくっていうことがなければピタッと安定するんだと思います。ちょっとね、ガスショック、このタイヤ用のショックじゃないので、これがちょっと耐久性とかが不安なところもあるので、このメインのショックをね、今まだちょっとポジキャンなんですよ。これをフラット、もしくは若干ネガキャンにするために短いものにして、その減衰力がもうちょっと強いもの、調整できるものを入れていけば
で減衰力調整があれば決まるんじゃないかな足ねと思っています。でね、ちょっとあとちょっと、まあ、今度やってみようと思うんですけど、後ろ足、後ろね、後ろのサスがもう少し柔らかい方がもしかしたら追従性が良くていいかもしれないなとは思ってます。ただあんまり柔らかいとやっぱここの後ろのロールがねどうしても前に伝わってきてしまう、後ろのロールが前に伝わるってこともあるんで、うん、ちょっとそこら辺のバランスを様子を見ながらやってみたいと思います。でディオのタイヤにすると外径ちょっと大きくなるんで車高が少し上がってしまうんで、もう少し短くて柔らかいサスペンションにしてもいいのかなと思います。まあセッティングの旅はねまだまだ始まったばかり、これからですから、しっかり詰めていきたいと思います。今回はね良かったよ皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。